皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。今日は久々にですね、茂原ツインサーキットに来てます。今日はここでヤマハの125とそして150のですね、新しいモデルがいろいろ発表になってまして、思い返せばですね、前の東京モーターサイクルショーですね、だから2023年の春頃の出来事だったんですけども、それがですね、正式にこういった試乗会開催されまして、ここ茂原ツインのですね、小さい方ですね、週刊バイク TV、 いつももう一個上の方でやってるんですけど、今日はここでですね、いろんなバイク乗らせていただきました。ちょっと車体見てみましょう。さて今日こんな感じで試乗会開催してます。今日乗らせていただいたのはこの、MT125、 これそのうちの1台ですね。このちょっと離れた距離感で見たときに結構09とか07と変わらない質感してると思いません？まあ、メーターもですね、かなりかっこいいものついてると思うんですよね。やっぱりこうちょっと、寄りで見てくるとだんだんとやっぱり125なりの世界にはなりますけども、でも仕上げとか塗装とか、こういうシルエットいいですよね。でそれぞれ他のモデルも乗ったんですけども、その辺の統括はですね、また後でお話しするとして、MT が一つ、そして、これがR125 ですね。もうこのあれですよ、07の R7 の顔ですよ。これかっこいいでしょ。ちょっと離れるともうほぼ R6 や R1 ですよね。であとこの R15、 これもカラーリング、あ、ごめんなさい、さっきの奥のも R15 だった、ごめんなさい、これも R15 カラーリングいいですよね。で、こっちが125ですね。もう外装だけでの違いがわからない。形かっこよくないですか？今ね、週刊バイク TV が撮ってるバイクがあるので、それちょっと借りてよりまた改めて見てみたいんですけど、 XSR もこんな感じに出てきましたね。可愛らしいですね。これさっきパッとまたがった時のこの、ハンドル周りのここの存在感、ここの仕上げがえらいいいですよね。125でこれだけ雰囲気出てるというのは相当いいと思うんですよね。あと隣に懐かしカラーモデルがありますよ。これも可愛らしいですね。こうやって XSR の丸いヘッドライト越しにさっきの R そして MT とそれぞれいますけども、だいぶ存在感しっかり出てますよね。だってフロントタイヤもなんていうんですか、シンプルに迫力ありません？で結論的に言うと、今日乗らせてもらった中で、どれも楽しかったんですけど、思った以上に楽しかったっていうのが正直なところですね。ちょっとそれぞれのですね、感想をお届けします。さあちょうどメディアの方々がまだ走ってる人たちいますけども、週刊バイク TV がここでマシンの置き取りしてます。あと他の媒体さんも今日はいろんなところから来てますね。さあちょっとですね、この3台の存在感すごくないですか？じゃあそれぞれの感想をお話しします。さてさて、ではですね、ちょっとそこの3台をまとめたお話をですね、させていただきたいんですけども、まず125の他に R15 という 150cc モデルを今日乗らせてもらっていて、でこれってバイクの免許取ってしばらく経って大人になってる人からすると、もう125も150も正直大して変わんないだろうっていう先入観が誰しも少なからずあるんじゃないかと思うんですね。僕もそれぐらいの気持ちで、じゃあこれが何馬力あってこっちがトルクがどうで車重がどうこうみたいな細かいこと調べずに素直な気持ちで今日これそれ乗ったんですけど、最初に R125 乗って、で、ああ十分にいいバイクだな、なんか別に全然問題なくて普通に楽しいななんて素直に思って、でこのあと MT とか XSR 乗ると何かこう発想変わるのかななんて思いながらですね、一通り乗ったんですけど、 R125 から R15 に乗り換えた時にもう 25cc しか差がないんですよ。にもかかわらずもっと何百 cc も差があるかのような、いわば初めて中面乗って 400cc ってバイクを知った時って、それが基準だからそこの下や上は知らなくて、それが真ん中だとすると、その後僕が当時大型二輪免許取った時って、750cc のバイクが教習所にあったんですね。で初めてその750に乗った時の、こんなになんかもう世界変わっちゃうのっていう、その排気量がちょっと増えただけで、もうなんか乗り物として別次元のものになったかのような感動っていうのをちょっとこう思い出させられたものがあって、たった25なんですけど、なんだろうな、
なんか100何十cc とか200何十cc とかもっとあるような違いを正直感じたんですね。でそれがもう面白くて、でここの茂原サーキットっていうのはすごいちっちゃなミニコースで、路面がこうタイトに、こうグッと折り返すようなヘアピンがあったり、まあ、ちょっと路面荒れてそこも気持ちよく攻めるかっていうとちょっと守ったラインでこう取んなきゃいけなかったりするんですけど、でも直線区間でもうスロットルのストッパーが端に当たるまでいやもっと回れよっつってもっと回しそうになるぐらいなストレートがあったり、まあ、コーナーしっかりギューって突っ込んでいったりいろんなことできるんですけど、そこで乗ってたらその125も楽しいんですけど150に乗り換えた時のその圧倒的なパワー感っていうのがもうびっくりしちゃって、で現実全然速いわけじゃないんですよ、決して乗り物として言うて150しかないから。でもそれがめちゃくちゃ面白くて、なんか今になってたった 25cc でも排気量が大きくなったらどうなるのか、少なくなったらどうなるのかっていうのをなんかこう堪能させてもらえた感じがして、それがすごく新鮮な面白さがあったんですよね。でR125、R150 っていうのはそれぞれもう完全なる YZF っぽい世界観がちゃんとそこに用意されていて、まあ、それが例えば R3 や R6 や R1 とか今や R7 もありますけど、それと比べてどうなのかっていうと、やっぱり当然ながらある程度の味のその薄さみたいな、とつきやすさ薄さっていうのはあるんですけど、でもやっぱり乗ると YZF するんですよ、これが不思議なもん で特にその後に僕は MT125 乗ったんですけど、これが懐かしくて、 MT-09 が最初出てきた時ってもうすっごいハンドルがこうなんかなんて上の高い位置にあってグッて体に近寄ってきてて、こうやって何モトクロッサーみたいな乗り方しなきゃいけないのって、でステップ位置もやけに変だし、どう乗ったらいいか分かんなくて、これは独特なもんだなと思ったら、 MT-09 はその後どんどんモデルチェンジを経てですね、どん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 ネイキッド化していって、まあ優しくなっていったんですけども、久々にその初期の MT-09 をちょっと思い出させられるようなこういう感じのポジションが、これまた新鮮で懐かしさもあって面白かったですね。で最後に XSR に乗ったんですけど、これ最高でしたね。僕は今日乗った中では XSR が個人的な好みで言うならば、僕は XSR125 が一番楽しかったですね。まあいろいろ乗った後に、まあ、最後の確認ぐらいでちょっとさらっと乗ったぐらいなんですけど、でももうこのねひらひらっとペタンペタンとさらさらっとここのミニコースで走るのが XSR が一番気軽で楽しかったですね。で XSR に乗ることで YZF がなぜ YZF なのかという気づきも出てくるんですね。大した話じゃないんですけど、タンクの形状、ハンドルの位置、ステップの位置、ステップのホールドのしやすさ、まあ、特にタンクの形状とシートの形状ですよ、これが YZF R125、R150 だと、やっぱり R15 か、やっぱりめちゃくちゃホールドしやすくて、ここでお尻ずらして膝すりして、でなんならちょっと無理肘しようと思ったらこう無理肘すれば届くような走り方ができちゃうんですよ。そのホールドのしやすさ含めて自分の体のポジションも、そういう前傾姿勢のバイクだとある程度型にはめられる部分があるから、やっぱり強制的に YZF な乗り方をさせられるというところもあると思うんですよね。で結果、あ YZF はちゃんと YZF してるんだなっていうのが、なんかその思った以上にちゃんと125の車体価格も抑えめの結構シンプルなバイクで、ちゃんとその YZF らしさがあったんですよ。で XSR になるとシート自体がまあパイピングの丸いですね、なんかヨーロッパのホテルの 朝飯で出てくるパンみたいな、ホテルパンみたいな、こうふっくらしてるこういう形状なんですけど、あのじゃあケツでホールドがしやすいか、太ももでタンクパッと抑えやすいかっていうと、そういうための形をしていないから、もっとこうラフにルーズに乗らざるを得ない部分があるんですね。だからこそカジュアルな気持ちで、もうそんなに車体もホールドせずにサラサラと、なんならちょっとペース落として走ってもいいかなぐらいの気持ちでさーって乗っていくと、それが一番なんていうんですかね、アバウトな感じで乗らせてくれちゃう、ちょっとなんかファジーな感じがすごく楽しくて、 で MT はやっぱどこかそのモタードっぽい車体のピッチングを生かして使っていくような、こうやってしっかりと抑え込んで乗るような乗り方がやっぱハマるんですよ。でエンジン車種基本的に共通で、MT-XSR は基本的に共通で、 R125 になるとフロントの、ここの角度が変わってくるとか、 それぐらいのチェンジしかないんですけど、でもこれが不思議と YZF がちゃんと YZF してて、 MT がちゃんと MT してて、 XSR がちゃんと XSR してるんですよ。面白かったですよ。で僕はあの一昨日ぐらいにイタリアエイクマから帰ってきたばっかなんですけど、エイクマでもいろんな新しいものをいっぱい見てきましたけど、やっぱり各メーカーのいいところ、そのメーカーらしさって車体価格って関係ないんですよ。要は300万円出さないとヤマハっぽくならないのか、300万円出さないと BM っぽくならないのかっていうと、別にそういうわけじゃないんですよ。っていうのもこれってすごくいい例が、もうですね、3000年ぐらい前から地球にはね、これねずっとあるわけですよ。例えば同じ125でいうと KTM の125ってやっぱり KTM らしいんですよ。ちゃんと KTM してたんですよ当時。
で、あと安いからつまらない、高いから面白いってことは全くないです。で、高いから必ずしもよくできてるかっていうと、そういったことでもないです。安いイコールダメなのか、そんなことでも全くないです。面白いと車体価格が一切関係がないです。で、今回のこの、3モデル、まあ、R15 入れると4モデルになるんですけど、このモデルに関して言うと、それぞれの役割をちゃんと果たしているだけに、これね、いいバイクでしたね。で、これ、朝ですね、技術説明みたいなことを簡単にプレゼンテーションを受けてるんですけども、その時の話で言うと、ターゲティングどんな人たちかっていうと、例えば20歳ぐらいの大学生で初めてのバイクで、学校に気軽に乗っていく、でイニシャルコストをとにかく下げたというのが、車体購入費用と免許とあと装具、こういったものを全部足し算していくと、簡単にもう100万円とかバイクっていっちゃいますよね、その 250cc ぐらいだとしても。でそれをとにかくいかに下げられるかっていうところで、未来の新しいライダーを増やすために、今回この125っていう設定で登場してきてるんですけど、R125 と MT125 と XSR125 でそれぞれターゲティングが若干ながら違います。この20歳ぐらいの大学生というのは共通なんですけど、これ僕みたいな40、50のおっさんに特に聞いてほしい話なんですけど、じゃあ20歳の小僧や坊や向けに作ったバイクだから、40、50の酸いも甘いもを噛み分けてきたおっさんたちが楽しめないかというと、そんなこと全然ないです。むしろ経験持ってて品のいいおじさんの方が楽しめるところがいっぱいあるように思います。R125 っていうのは、例えばやっぱりスポーティーなバイクで、自分一人完結するか、自分から他者に対するアピールをするって外向きなエネルギーが、ある子に対して作ったもので、それに対して MT っていうのが、どこかちょっとマニアックで人とは違うものに乗りたいとか、基本的には自分が主ではあるんだけども、自分プラスそこにはある程度仲間っていうものがいた、コミュニティがあっての、乗り物だと。でそれに対して XSR っていうのが、やっぱりこのスタイリッシュなところとか、雰囲気が今可愛らしいところっていうのが、自分のライフスタイルの中にモーターサイクルがあるというものを選んでいくと。でそういった20歳ぐらいの大学生の子たちのターゲティングに、例えば、レースは知らない、ゲームが好き、 PC にお金をかける、ファッションが好きとか、やっぱりいろんなこのね、ユーザーのペルソナというのが定義されてるんですよ。でそれぞれの、タイプって、僕らおっさんになっても一緒だと思うんですよ。例えばやっぱり、まあ、ベタですけど、まあ、フェラーリとかスーパーカーに乗るっていうのは、どこかこう人に、自慢したいとか、外に出してアピールしたい、見せていきたいという気持ちもどこかあると思うんですね。でそれに対して、もしかすると、そうですね、じゃあセダンっていうのがもうちょっと、クーペか、クーペ的なものがもうちょっとこう、なんていうのかな、自分やそこにオーナーズクラブがコミュニティがあって、自分も満足だし、他人に対してもそこまで攻撃的にはアピールしないっていうところもあるのかもしれないですね。じゃあこれが今時の車、何 SUV なんですかになってくると、もうちょっと自分のライフスタイルの中に自然とはまり込んでくる乗り物の形、まあ今旬だしみたいな、そういったものなんですかね。だから今回125で3車種出てきてますけども、ハンドリングの傾向としては、もちろんハンドリングのヤマハしてるので最高潮に気持ちよくて、この値段でもこんな色っぽい車体作れんのかいってびっくりしたんですけど、この3つのタイプ、皆さんはどれがお好みですか？まあ、こういうミニコースをガリガリ走って遊びたいという方はですね、やっぱり YZF っていう形がいろんな面ですごく好都合だと思うんですね。あとは狭い渋滞の中とか路地裏をガンガン走っていくならば、本来 MT というのはもともとそういうことをするために生まれてきているっていうところがあって、それを久々に体現する MT が出てきたっていう感じですかね。最近 MT がどんどんネイキッド化していっただけに、久々にちょっとそのモタード系の強い感じの MT がね、登場しました。で XSR がとにかく幅ですね、幅と広さと緩さっていうところですかね。何でもさしてくれる。でガレージにポンと置いてあって可愛いっぽいで、決してバイクオタクじゃないこの家にも全然あっていいぐらい可愛い感じですね。だから僕らおじさんの中でも、このタイプってどれかには当てはまるんじゃないですかね。で競合メーカーでいうとですね、スズキの GSX-R125 っていうのが、車体がもうちょっとかっちりしててですね、シートこうバチッともっと高さがあって、でなんかケツ上がり前下がりみたいな感じがあって、どこかなんか腰高な感じが R1 をちょっと彷彿させるところがあって、 GSX-R125 って実はサーキットでバチバチに走るとすっごい面白いバイクで、実はスズキもそういう風に意図して作ったらしいんですけど、他にちょっとなかなか125ですっごいいい面白いやつがちょっと今思いつかないですね。だ個人的な今年2023年乗った面白い125の中でいうと、スズキのそれと、まあ、ヤマハの、この子たちですねっていうところを挙げたいようなイメージがあります。
で、懐かしい話、最後におまけな MT が好きな方に向けてなんですけども、まあ、今日当然ヤマハのこれはメーカー試乗会なのでメーカーの方々いるわけですよ。で、そこでいろんな話をですね聞かせていただいて教えてもらったりなんてしてたんですけども、僕今更ながらですね MT-01 という欲しいバイクがあるんですね。定期的にうずくものがあるんです。で、それってマスターオブトルクの元祖ですよ。とはいえ現代の MT-07-09 とはちょっと違うこの戦場にいるものなんですね。同じ MT って名前をついていながらも。で、バイク詳しい方やのよくご存知だと思うんですけど、 MT-07-09 って最初出てきた時ってアメリカ市場とか違う国では FZ って名前を継承してたんですね。これ懐かしいですね。当時その eBay とかでパーツ探してると MT-09 って入れても全然出てこなくて、ああそうだアメリカは FZ だと思って FZ-09 とかをパーツアンリミテッドとかで入れると、まあ、パーツ無限にワンワン出てきてたんですけども、国によって当初その MT-07-09 が出た時のコミュニケーションにちょっと作戦が国別で別々にあったっていうところと、最初に出てきたその MT-09 って、まあ、モタードだったんですけど、だけど YZ っていうものがヤマハにはあるわけですよ。で、だけどこのネイキッドの形でモタードってなんだろうっていろいろ乗るちょっとこう不思議なとこがあったんですけど、それでも結局はやっぱりモタードライクなものを作りたかった、そういったものを意図したらしいんですね。で、実はさっき僕が言った MT-01 とその後だいぶ時間が経って登場してきた MT-07-09 の間には MT-03 っていう日本では売ってない、海外でしか売ってない単気筒のモタード風なそういったバイクがあったらしいんですね。実はその MT-01 から MT-03 をつないで MT-09 が出てきててというこの MT-09 系の不思議な流れ、多分ほとんどの人は MT-09-07 ぐらいからこのヤマハの MT シリーズというのを知った方が多いんじゃないかと思うんですけど、その09の初期の、モタードらしさっていうのを今回の MT-125 に久々に感じることができたので、当時の最初の頃の MT-09 が好きだった方々、おじさんになってちょっと体力落ちてきたしじゃないけど、あるいは自分の子供に面白いから買い与えてみようかななんていう時には、もう一度 MT-09 を再発掘する気持ちで MT-125 と付き合ってみるというのはすごく面白いんじゃないかなと思いました。で、XSR が好きな方々にとっての700、900はちょっと大きすぎて結局贅沢で速いとこがあるので、スタイルをそのままに、だけどもうちょっと気軽に乗りたいななんていうのであれば排気量ガクンとは落ちますけども、125カチカチにぶん回し走ればめちゃくちゃ楽しくて気持ちいいので、こんな価格でもうヤマハがこういうハンドリングをしっかり入れてくるっていうのはやっぱりねずるいなって思いますね。さすがの感動創造企業、今回もですね感動させていただきました。どうもありがとうございました。ということで、XSR125 MT125 R125 R15 の試乗会からお届けしました。ピンクナンバーだよ、かわいいな。でも形ちゃんと MT してると思いません？で、しかも高そうじゃないです？だって顔だってこの顔ですよ。で、向こう側に XSR がいて、こっち側にはYZF の R がいますけど、あのまたがるとですねやっぱりそれなりの小ささは感じるんですけど、でもシート高 810mm ぐらいと決してですねすごい小さいバイクというわけではないんですね。このローアングルからの YZF、 やっぱりシルエット完全に YZF してますよね。で、しかもこのカラーが僕個人的に好きでですね、サイドパネルのあたりのこの辺のシルバーのところ、この辺、ここら辺の仕上げすごい高そうじゃないですからのこの鋭い目つきで、そしてセンターダクトの中のこのヘッドライトもう一発、これがですね YZF R7 の時にいっぱいお話しましたね。どうしても車体をスリムにしたくてこのデザインを押し通したと。で、まあ、せっかくなのでこのままくるりと XSR らしいこのまん丸いテールからのこのホテルパンらしいと、これブヨブヨしてね、これね座り心地いいしね、でちょっとツルツル滑るので、やっぱりニューグリップここガツンとしようにも、やっぱりこっちのこのベコッとえぐれたこの形状の方がそういったことするには圧倒的に適してますね。で、くるっと MT、もうこれサムネイルパッとこうやって見せられたら、あ、09だなって、この動画は09の動画かなって思いますよね。まあ、仕上げ非常にですね、高々125とは思えないぐらいよくできておりました。まあ、こういうミニコース走る以外にも街中乗ったらですね非常に楽しいバイクだと思います。これ機会があればですね借りてきて都内でお散歩するときにまたいろいろ乗って自分の好きな場所このバイクで行ってみたいと思います。